今日はカフェなどの外出先で仕事がはかどるカバンの中身、ガジェットをご紹介したいと思います。どうも皆さんこんにちは、川島貴博です。いつもご視聴ありがとうございます。今回なんですけども、こちらカバンの中身をちょっとご紹介していこうと思うんですけども、もう何回目だよって思われる方もいるかもしれないんですけど、今日は外出先カフェだったりとかで仕事することがね多い人もいらっしゃると思うんですけど、僕もね結構ホワイトノイズの中で仕事するの好きで、カフェであったりとかそういった場所でね YouTube の編集だったりとか仕事をすることが多いんですけども、その中でね結構便利なアイテムが最近揃ってきたので、そちらを皆さんに共有したいと思って動画の方回しております。今回はガジェットであったりとか便利アイテムがメインになってくるので、ガジェット好きな方はねぜひ最後までご覧ください。はい、っていう感じでね、まずはなんですけどリュックの方からのご紹介なんですけど、こちら無印良品のものを僕は使ってます。特に外出先での仕事をする時なんかはパソコンにガジェットポーチくらいしか入れないので、あまり大きいリュックは持ち歩かないようにしてます。こちらのね商品名の肩の負担を軽くする撥水リュックサックという名前になってるんですが、肩の負担を本当に減らしてくれるというか背負い心地がすごく楽なんですね。なのでこれをずっともう愛用してますね。もうかれこれ2年近く愛用してると思います。すごくコンパクトなデザインでシンプルで、であとはね肩の負担も軽減してくれるってことですごくお気に入りです。でこちらなんですけど、結構内容量もねジャストサイズっていう感じでね、そんなに内容量はないんですけども、これで十分だと思います。プラスして最近ゲットしましたのがこちらなんですけども、このキーリングの部分をカラビナに変えてしまってるんですが、これこういう風に、ね、変形するんですよ。でこちら何なのって言った時に爪切りみたいに見えるじゃないですか。カフェに行った時とかにカバンを地面に置きたくないであったりとか、そういった時にねこちらのキーホルダーをパカッと開けて、こういうねコの字型になるんですけども、ここの上の部分をテーブルに引っ掛けまして、この手がテーブルだとしてね、でこういう風に下の方をねリュックかけてあげることができるんですよ。こんな感じなので、ね、すごくね使いやすいですし、あとは油汚れが床ひどいご飯屋さんとかあるじゃないですか。そういった時に僕もリュック地面に置きたくないなと思うんですよ。なんでこれをテーブルに引っ掛けて、こういう風にリュックを宙吊りにすることができるっていうアイテムなんですけど、これねプラスアルファでカフェとかだったら別に地面に置いちゃったりとか荷物カゴあったりとかするじゃないですか。そういった時にこのコの字の下の部分だけ畳んであげるとスマホのスタンドになるんですよ、こういう風に。なのでねカフェであったりとかで携帯をこういう風にスタンディングさせておくことができるので、リュックをかけるっていう用途がなければこういう風に使うこともできるので、すごく面白いアイテムだと思います。これは幕開けで購入したんですけど2000円くらいでね、キーホルダーとしてカバンにはいつもつけているんですけど、こんな感じすごくコンパクトだし、僕はメタリックシルバーっていうのを選んだんですけど、黒とかねもっとシンプルなデザインがいい人はそういったもので統一してあげるといいかもしれないです。だいたいこんな感じでついてますね。はい、それがね外観というかそのカバンとカバンハンガーみたいなものになります。で気になる中身をちょっとご紹介していければと思うんですけど、そんなにね外出時の仕事なんでガジェットがメインなので、品数というか玉数はそんなに多くないですね。こんな感じ、ガジェットポーチ、あとはねこの SSD ポーチ、あとはリッチルっていう感じになっているんですが、一個一個ちょっとご紹介していくと、まずはリッチルから。あんまりねガジェットを仕事で使うガジェットじゃないだろうっていうところでもあると思うんですけど、休憩中だったりとかカフェの外出て CBD ベイプを吸ってリラックスするであったりとか、10分休憩とかねするときにすごくおすすめです。なのでね仕事をはかどらせるアイテムとしては、まあ休憩のガジェットとしてねすごく素晴らしいアイテムだと思います。こちらリッチルが1点目。で2点目、ちっちゃいものからいっちゃうと SSD の T5 ですね。これもずっとご紹介してるんですけど、今 T7 とかねちょっと新しいのが出てるんですけど、こちらで僕は十分なのでこれを愛用してます。であとはこの短い USB-C のケーブル、これ結構おすすめで、なんでって言った時に、長いものでこの SSD つないで、さらに MacBook Pro を今使ってるんですけど、それつないじゃうとカフェとかのテーブルの上で邪魔なんですよ。一番短いのを僕は使ってるんですけど、外付けの SSD であったりとか HD を使う方だとやっぱ一番短いの僕使った方がいいかなと思います。なのでこの組み合わせ最高だと思います。であとはこのポーチ、コーデュラーのものなんですけど、なんとワークマンで数百円で購入したやつなんですが、これがね一番 SSD の形に沿っていて、で中にもポケットがついてるんで、ケーブルと別々に入れられるということで、この中に SD カードだったりとかも入れたりとかして持ち歩いてます。なのでこれで、あとプラスアルファでその PC 何使ってるのってところだと思うんですけど、 MacBook Pro 15インチ、もう最後の15インチなのかな、もう2年くらい前のやつを使っています。ただそのメモリであったりとかそこら辺は全部カスタムしてあるので、一番グレードの高いやつっていうのかな、映像編集だったりとかするときにすごくねスペックが大事になってくるので、それと今ねちょっと手元にないんですけど、事務所の方に置き忘れてきちゃったんで別撮りで流してると思うんですけども、モフトの PC ケースを使ってます。その組み合わせでねいつもこちらの
カバンの中に入れているんですが、モフタの PC ケース昔にもご紹介したことあるんですが、 PC スタンドになるんですよ。で、角度もつけられるってことで、ノートパソコンをねこう作業していると首がこう下に向くじゃないですか。これでね僕首超痛くなるんで、少しでも首の負担を和らげるっていう観点で角度が変えられるモフトはすごく使いやすいの で、しかもケースにもなるしっていう多機能性もおすすめのポイントになってる。この組み合わせを僕は今使ってます。はい。でね、ガジェットポーチ、こちらがメインにはなるんですけど、ポーチ自体は僕 IKEA のよくわかんないこのポーチを使ってます。多分ガジェット用ポーチではないんですよ。こんな感じで取っ手付きの仕切りが2つあるっていうのかなを使ってます。でこちらの方が、マチが結構深いタイプの方には充電器、 MacBook Pro の充電器、純正をねそのまま持ち歩くこともあるんですけど、今僕はラブパワーの 90W のものを使っています。なんでかって言った時に、 MacBook Pro 純正のものでかいんですよ。でしかも白じゃないですか。だから外で使ったりとかすると結構汚れが目立ったりとかして、ケーブルとか特に汚くなったりとかするんですよ。で僕はこのラブパワーのもの、一回りちっちゃいですし、あと給電もね 90W あるので全然問題ないですし、僕の MacBook Pro 15インチでも問題なく充電できますし、あとはねポートが2つあるんですよ。なんでよくカフェとかだと電源があるカフェも多いので、これ1個挿してね、1個は PC、 1個は携帯みたいな感じで充電したりとかすることもできるので、これ結構おすすめです。それなりにお値段もするんですけども、純正使うよりもこっちの方が便利っていう人もいると思うので、ぜひね気になる方はチェックしてみてください。サイズはねこんな感じ、手のひらよりもちっちゃい。もちろん純正のもそこまで手のひらよりでかくはないですけど、このちっちゃさは結構正義だと思います。やっぱり一回り変わるだけでポーチの中もスッキリするんでね。はい。であとはこれあんまり使わないんですけど、アンカーのこちらのね USB-A の充電ハブっていうのかな、こちらも一応携帯してます。なんかあった時にね、こちら1個で4つのポートがついているので、すごくね一気に充電もできるっていうところがあるので、一応入れてる感じですね。なんですが、まあ入れなくてもいいかなっていうところです。で反対側の方行きます。とまずこちらハブ、アンカーのハブなんですけども、こちらがですね USB-C、HDMI、あと SD とマイクロ SD で、反対側にはですね USB-A のポートが2つっていう感じでね、こんな多機能になっているんですよ。そこそこでかかったりとかするんですけど、これ1個で全てがこと足りてしまうのと、あとねハブがねこう MacBook Pro に直接つけるタイプもあるじゃないですか。っていうのだと結構抜けちゃったりとかするので、僕は必ずケーブルタイプを使うようにしてます。あんまり差しっぱで仕事することもないので、差しっぱならずっと SSD くらいで、じゃあ SD を取り込みましょうであったりとか、写真のデータを取り込みましょうとか、そういった感じの時にも使う時だけ使って、あとはしまってしまうので、こちらは結構便利だと思います。なのでこちらのマルチポートハブですね、こちらが入っているのと、あとこれ前にもご紹介したんですけど 4-in-1 のケーブルですね。こんな感じ、ファブリックのケーブルになってるので断線することも少ないと思いますし、もう1年くらい使ってるのかな、だけどそんなに壊れてもないですし、テジックっていうところのものを使ってますね。こう面白くて、ライトニング、これをカチャッと開けると USB-C で閉じるとライトニングに戻って、反対の方がね USB-A、でこれをカチャッと開けると USB-C になるということでね、いろんなね形状の充電だったりとかケーブルに対応しているので、 iPhone 充電してもいいですし、 iPad 充電してもいいし、手持ちのワイヤレスイヤホン充電したり、そういった感じでね1本で全部こと足りちゃうので、あんまりケーブルいっぱい持ちたくないんで、これ1個で済ましてます。はい、っていう感じで 4-in-1 のケーブル、これ本当おすすめで、あとはですねガジェット関係それくらいなんですけども、あとは iPhone と充電器ですね。これもご紹介したいんですけど、 Amazon で売ってた純正じゃない iPhone 12 Pro Max のバッテリーケースなんですけども、それにバンカーリングつけてるだけなんですが、これのね URL がなくなっちゃったので、これご紹介できないんですけど、これがあれば1日結構もう充電は持ちます。ただそれでも怖い時にはマグセーフのこちらのモバイルバッテリー、じゃあもう Amazon で売ってたのこれリンク貼るんですけど、 5000mAh あったりとかするので、 iPhone 12 Pro Max のマックス充電1回くらいは全然いけるので、これがねこんな感じでケーブルレスでね充電できるのですごく便利です。で横のボタンをポチッと押すと、はい、こんな感じで充電されるの で、しかもパスする充電もしてくれるのでね、仕事中にじゃあ充電なくなっちゃいましたっていう時に、これをつけてケーブルをつけて、でパソコンの横とかに置いといて、さっきのねラブパワーのものが給電してれば、こちらの充電器も充電されますし、こちらの携帯も充電されるということで、ね、すごく便利です。でめっちゃちっちゃいんですよ。いろんなねマグセーフの充電器もこれから出てくると思うんですけど、今は僕はねこのマネージャーからもらったやつなんですけど、これを愛用しております。すごくね軽いし使いやすい、そんな感じがね僕のカバンの中身になります。
はい、ということでいかがでしたでしょうか。外出先カフェだったりとかね、ご飯屋さんとかで仕事される方も多いと思うので、そういった時にね、便利なアイテム、結構コンパクトなものが僕は多いんですけども、種類は少ないですが本当におすすめのアイテムになります。特にこのバッグについてるキーホルダーであったりとか、あとはガジェットポーチの中身、本当シンプルなんですけども、これだけあればね、仕事にはこと足りてしまうと思いますので、ぜひね、外で PC 仕事される方、参考になればと思います。はい、っていう感じで今回の動画が良かった、参考になったとありました、高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。あとはね、このガジェットおすすめだよみたいな、このガジェットの方が仕事先で便利だよっていうのがあったら、ぜひぜひ教えてください。コメント欄とか DM でお待ちしております。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。